します。はい、オッケー。ほんで、今クロスっていうのはこれ。こっちの分は張ってるけど、こっちはクロスまだ張れてないかな。支えていてないから。はい、これ立ってもらって。じゃあまず作動立てなんか、うん、まだ触るのは早いで。はい。で、イメージは、真ん中からクロスのこの浮いてる分を狙っていく。だからここを真ん中から下に狙っていく。で、クロスをやり方をするために少し狙ってあげる。かな。紙と同じ作用やから、やらかくなるよな。はい。うん。だから角をこう、締めていく。うん。腹で。うん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 。ほんだら、あと一個のクロスの角は、リオルだね。うん。ついてた。だからこのままついて下行ってみようか。決まってる状態で、この表面はまだ触ってないから空気がこうやって入ってるわな、はい、で、逃がすのも同じで手で押す、うん、はい、ここ上持ちながらな、じゃあ引き入れる空気を抜き抜いてまっすぐまっすぐこう、ちゃんとずれてくる感じ、ね、そう、今クロスを少し持ち上げながら、ザーコザーコ、縦に上に角ついて垂れてみます。で、できたらこの時にもうちょっと、こんな感じでね。で、ここもペタッと倒せるから、力入れても、ほら、角は絶対に切れない。はい、うん。で、このまま同じように空気を入れて、角ずっと倒せるから。そこの下のクロスっていうのはここで邪魔な部分っていうのがあるから、はい、ここ持ち上げだったら同じように端っこの角をスッと捨てられるかな、あ、こっちか、こう、うん、ゆりは先に行ったり、竹を竹べら行く前に、はい、